皆さんこんにちは、コージー TV。 今回は小沢が勝手に命名した国産プレミアムコスパ SUV、 いわゆるねちょい贅沢感のある国産 SUV、 しかもね300万円レベルから買えるコストパフォーマンスの高い SUV の対決というわけで、その新たな中心になりそうなこの新型エクストレイルとその王者たるトヨタハリアーをですね借り出して比べることにしました。というのもですね、今ね300万円レベルで買える、それでいて全長 4.6 メートル前後のですね、見た目も中身もリッチ感のある SUV、 しかも国産モデルが結構出ていて、そのねヒットはねこの2年前に出たトヨタハリアーだと思うんですよね。これなんせガソリン2リッターモデルが厳密に言うと299万円300万円以下から買えて、ハイブリッドモデルでも360万円台から買えて、やっぱりですね去年2021年だけで年間7万4000台も売って、まあ国産車登録車の7位に入ってるんですよ。アクアより売れてるんですよ。やっぱりこの高級感のあるデザインと価格が効いてると思うんですけども、それに対してこの新型エクストレイル、これね厳密にはどっちかというとねラブ4と比べるべきだっていう声もあるとは思うんですね。やっぱりちょっとボクシー、ハリアーに比べてボクシーなデザインなんですけども、結構リッチ感もあってですね、何よりも e パワー専用モデルで電動感ある加速感がですね今までにない上質感を醸し出していて、それでいてねこれまたね全長 4.6 メートル台で一番安いモデルがね320万円から買えるんですよ。でこれ実はハイブリッド、これ2リッターもガソリンモデルがまあほぼ300万円なんですけども、ハイブリッドモデルがですね360万円なのに比べ、こちら e パワーっていうそのハイブリッド、シリーズハイブリッド専用モデルが320万円ぐらいなので、つまりね実質的にはハイブリッドモデルで比べるとこちらの方が40万円ぐらい安いんですよ。まあもちろんねこちらの方が実はワイルド SUV でハリアーより安いラブ4のライバルだっていう価値観もあるし、そう考えるとこちらまあコストがちょっと安いのは当然なんですけど、小沢工事的にはエクストレイルリッチ感もあるので、今回はハリアーと比べてどっちがいいのかを勝手に調べて、どっちがお買い得か勝手に決定してみることにいたしました。てなわけでまずは格好とですねサイズ感なんですけども、これやっぱりねまあやっぱり違います。これまあワイルドバットフォーマルっていうも1997年だったと思いますけど、最初に出た都会派のミディアム SUV で、それがさらにですねこの世代になってまあセクシーさ増していて、もうちょっとしたジャガーのようなデザインじゃないですか。本当都会的でワイルドで、まあ言ってみれば夜のシャンパンが似合うような車。それに対してエクストレイルはですね、これ実は4代目になって2000年に出たあの箱っぽいですねタフギアというふうに呼ばれたあの SUV で、3代目で世界展開するときにちょっと流麗なデザインになったんですけど、この4代目でタフギア感を取り戻していて、まあやっぱりですねこちらまあナンパというかこちら後派で結構デザイン違うんですけども、結構こちら高級感ではかなりいいところを行っていて、小沢工事的にはやっぱガチライバルになるとは思うんです。ただしサイズ的にはこちら 4.7 メートル台でこちら 4.6 メートル台で全長ね実は8センチ違うんですね。微妙にエクストレイルの方が短いで、全幅に関してもこちら 1.855 のに対してこちら 1.84 なんで 1.5 センチほど短い。つまりやはりエクストレイルの方が微妙にね扱いやすい。あと視界的にもですねやっぱりこのボンネットの張り出しとか四角くて把握しやすい。それに対してこちらまあデザインが流麗なんで、こちらの方がまあサイズの割に視界的には結構難しいかもしれません。その代わり前高はですねこちら 1.72 で 1.7 メートル台、こちら 1.6 メートル台でですね6センチも低いので、まあ見た目的なワイルドさというかテイストはかなり好みが分かれると思います。ただしねこのリッチ感っていう意味では今回エクストレイル頑張っていって、これ一番最上級の G なんですけども、このちょっとメタリックというかこのピアノブラック調の V 字モーションが広くなって、しかもねここにねちょっとねピンストライプ気味のメタリックが入っていて高級感あり、そしてこれ全車 LED なんですけども、一番高い G に限ってはですねこれシーケンシャル、この流れる風のウインカーがついていて、ここも LED で、ただこれはリフレクター式ですよね。こちらがハイでこちらがロー。それに対してハリアもですね全車 LED でこちらも流れるタイプ、しかしこの二重の LED ラインがかっこよくて、中はプロジェクター式で、こちらもやっぱりあれですねちょっと細いメタリックが入っていて
結構やっぱりこの辺は近いものがあると思います。でただしこの口のあたりで言うとですね、やっぱりこちら都会派ですよね。メタリック調が上に入っていて、下はまあどっちかっていうとそんなに SUV 感は出してない。それに対しこちらちょっと傷に強そうな、まあここは強くないと思うけど強そうなちょっと樹脂類が下に、まあここもちょっと鈍いシルバー色が入っていて、こちらの方が SUV 感は出している。でこちらですね、一番高い G、こちらも一番高い Z、 確かに今回すみません申し訳ないんですけど外観的には一緒なガソリンの Z で、まあ、どちらも最上級グレードで、そうなるとねどちらも19インチタイヤ、こちらハンコックなんですね。ハンコックの 23555R19 インチの SUV タイヤを履いてるに対し、こちらは東洋のプロクセスですね、プロクセスの 22555R19、まあ、こちらの方がちょっと細い。でサイドがやっぱりこのいわゆるクラッティングが結構違っていて、ここはちょっと抑えめのですね黒の樹脂、それに対してこれも抑えめの黒の樹脂なんですが、こちらにメタリックが入っていて、この力強さ、サイドの SUV らしい力強さはこのエクストレール、それに対してこれはやっぱり都会的でちょっと消そうとしてますよね、その存在を。そして何よりもここですね、一番違うのは前後に樹脂製のある種プロテクター的なこの左右のタイヤのモール、タイヤハウスのモールが入ってるんですけど、こちらはない。まあここら辺はですねもう全然趣味が違うというか目的が違う。それでリアもですね本当クーペライク、こちら斜めです。かなり寝ていてクーペライクで、ここ横一線の LED のガーニッシュで、しかも LED 光ってますよね今ね。でこちらもウインカー、 LED のウインカーで、ここにバックフォグが入る。でこれは確かに LED だったとは思うんですけど、でさらに言うとエクストレールなんですけど、こちらも結構ねデザイナーに言わせるとすごくですね、確かに光の強弱がすごくて、ここがうっすら光ってだんだん明るいという赤い、LED が入っていて、ただしねリアに関して言うとウインカーはねグラデーションというか、いわゆるシーケンシャルでもなければ豆球なんですよ。それに対しては、まあ、ある種実用性に特化していると思います。そして何よりもお尻、全然この特にアンダーの部分全然違いますね。ここ本当プロテクターっぽく、アメフトの選手のプロテクターじゃないですか、出っ張っていて、しかもこれ無塗装の樹脂、強そう、まあ、こちらも無塗装の樹脂ですけどそんなに出っ張ってないし、ここいかにも強そう、ね、ここにシルバーの加色入って、ただこのシルバーの加色が入って、このクロームメッキが入っているのは一番最上級の G だけですが、もうこの辺りはですね扱いやすさはね絶対エクストレール、ただしどっちがかっこいいかっていうのはまあ完全に趣味ですね。サイズ的に、さらに視界的に扱いやすいのはエクストレール、ただし都会的にワイルドバットフォーマルでかっこいいのはこのハリアーといったところでしょうか。またや室内カーのクオリティ、広さ、視界等を見てみると、やっぱねある種ね乗りやすさはこれ前高がねやっぱり6センチ高いこともあって、身長176センチの小沢が今エクストレールスッと入る。でこちらもねまあ 1.6 メートル台なんでそんな低くないんですけど、やっぱりねまあ厳密に言うとやっぱ低いですね。クーペライクというか、やはり乗り込む時にちょっとしゃがまなければいけないのはある種ハリアーの特性だと思いますが、これねガソリンの Z なんですけど、室内クオリティはやっぱりね高いですよ。これ初代ハリアーからそうだったんですけど、基本的には人工比較、今レザーパッケージっていうのがあって本革シート仕様もあるんですけど、これは Z で合皮なんですけども、インテリアからしてこの一体感があって、しかもちょっと優雅なこの切り欠きグラフィックで非常にクオリティ高くて、全面ソフトタッチ、それでここがねちょっとね独特のプラスチックで、まあ木目調ではないんですけど、これちょっとエレガント、それでメタリックやっぱうまく使ってますよね。でシングルのステッチが入っていて、これ内装もインパネも一緒、まあ実はこれ上ハード、あここはここからなんだね、ここはハードなんですよ、でここもハードなんですけど、ここから微妙に柔らかくなっていて、うまく素材を使い分けていて、ここメタリック入って、これ縫い目、あとねこれこのねちょっとねシルバーのメタリックの色をね染み込ませた糸の使ってあって、これね
すみません、ちょっと一瞬名前忘れたんですけど、これハリアの特徴で、ちょっとその金の屏風というか、ここら辺はちょっとエレガントですよね。であとこれシートも、これ Z のですね合皮なんですけど、これ革タッチで非常にいい、これ日産にも負けてないレベルなのに対し、ここもダブルのステッチが入っていて、しかもこれがねちょっとね、このこれがハリアーなんですよね。ちょっとラメが入ったような、ちょっとキラキラっとした化学合成の繊維だと思うんですけども、ここタッチが柔らかくて、これはやっぱりいいっすね。やっぱしかもあと見た目の豪華さと食感というかタッチの良さを両立している。で本革仕様のステアリングで、あとこれもいわゆる蔵のようなデザインなんですけども、これもねドアトリムと結構共通の素材で非常にタッチがいって、カップホルダー1個で、ここはクーラーにはならなかったと思いますけど、ここにボックス入って、これはシガーライターのソケットが入って、これ棚で、これカップホルダーにはならないっていうなってんだな、これ浅いからこぼしちゃいますよと。でカップホルダー2つで、で運転席、助手席のドアポケットに両方結構広めのカップホルダーがある。でさらに言うと USB、 これ Z、 ちょっと Z なんですけど、 USB2 個とここにライン入力がありますね。あとねデジタル系、まあエレガントでちょっと大人っぽい都会デザインだっていうのは非常によく分かっていただいたと思ったんですけど、デジタル感ですけど、これはねある意味ね、やっぱ2年後に出たエクストレイルのが良くて、これね標準なんですよ、12.3 インチの、ディスプレイオーディオプラスかな、 12.3 インチの、コネクテッドナビがついていて、これしかも標準で、しかもね Z はね標準で JBL のサウンドシステム付き。ただしセンターがですね、まあ、基本アナログで、これ7インチで、もちろんこの中のグラフィックは変わるんですよ。このように変わってメッセージ出せたり、先進安全とか、あとオーディオの状態とか、あこれも先進安全のデータですよね、あと運転情報が出せたり、グラフィックはこのように、あと燃費も出せたり、いろいろするんですけど、まあ7インチで、まあ今となってはね、このクラス結構 12.3 インチとか 10.25 インチがのデジタルメーターが標準になってるんで、一番残念なのがこのセンターのディスプレイはナビが出せて、しかもこれ左右選べたりするんですけど、センター系にメーター系の7インチにね、ナビ画面は出せない。これはちょっとやっぱりハリアの時代を感じるかな。今の車結構アウディとかもそうですけども、センターのこのね、この運転席前のデジタルメーターにナビが出せるっていうのが割と今時のトレンドにはなってはいます。でちなみにこれデジタルバックミラーがついていて、これは Z では標準です。で肝心のねスペース性と視界ですけど、やっぱりねちょっとね、やっぱりスタイリッシュなだけあって、この上下幅、視界やっぱ狭いですよね、フロントはね。あとノーズが前がどこにあるのか分かりにくいっていうのは、やはりこのクーペフォルムだけに、格好を取っただけに、視界というかこの見切りのしやすさはやはりエクストレイルの方が上かなと思います。それから今身長176センチの小沢が座って、リアの後方視界もこんな感じ、このあたりはやはりクーペデザインを取った結果の、まあ、ある種の特性だと思います。これはね格好を取ったゆえの、格好を取ったゆえの特性ですね。で、これ今シート一番下げて乗り降りですけど、そうね、まあちょっと普通のやっぱ高めではあるな、 SUV ライクで。で176センチの小沢が座った状態でのリアは広いですけど、やっぱエクストレイルの方が広そうかな。でちょっとリクライニングちょっとやってみると、1、2段階で寝かした方で、まあ、普通寝かせるし寝れるし、ちょっと立ててもそんなに狭くない。で立てた方でちょっと調べてみると、やっぱ膝前はね全長 4.7 メートルの割にはそんなには広くない。まあ十分に広い、小沢浩二身長176センチが座って拳2つが入るし、座面も結構ぴったりくるサイズ感があるんですけれども、やっぱりねエクストレイルの方がいわゆるスペース効率はいいと思います。
で、あと頭上に関しても今この状態で拳が横にして1個ずぐらい。であとね、これ最上級の Z なんですけども、エアコンね、左右独立ではあるんですけども、リアは吹き出し口はあるし、あと USB も2つつくことができるんですけども、いわゆるリアの独立調整はついてない。やはりこの辺りはエクストレイルの方が上回ってるかなと。こちらの方がやっぱりね、スタイリッシュ SUV ですね。まあ、ポケットは2つついていて、こちらもドアのこの内側のハンドルはこの結構光沢感のある、リッチ感のある、グリップだし、グリップの素材ね、この素材で巻いてあるし、ここもメタリックなんですけど、ステッチ入ってますね。ここもカップホルダーになってるんですけど、ただやっぱりスタイル重視の車という感じです。で、そのスタイル重視が一番うかがえるのは荷室で、このパワーテールゲートはね、Z で標準なんですよ。まあ光りますよね。これはこれかっこいいんですけど、やっぱね、容量的にはですね、荷室容量的にはね、十分広いんだけども、ちょっと高めで409リットルで、あちらですね、もう170リットルぐらい多い575なので、やっぱりこちらもね、スペース重視じゃなくてスタイル重視というのは伺えます。特にね、ちょっともう下に21リットルの容量があるとはいえ、やはりちょっとね、浅い感じがする。要するにこれやっぱクーペデザインですよね。一番低い方だとやっぱりこうやって見ると、まあ、40センチぐらいなんで。ただしね、長さはね、98センチあって結構長さ十分だし、ゴルフバッグはね、3つは入るって話なんで、十分っちゃ十分なんですけど、やっぱりここの斜め感があるだけあって、絶対容量は409リットルということになってます。で、それに対してちょっと荷室から言っちゃうと、エクストレイルの G もね、パワーテールゲート、これもしくもキックジェスチャー、あ、今キー持ってないからダメですけど、これ標準、ただしここじゃなくてここなんですけど、標準なんですけど、これね、絶対容量がやっぱり広くて、このオプションのちょっと汚れ防止を取ってみると、まあフロアのね、この高さ自体はそんなに変わらないんですけども、高さがやっぱりね、これまあ上、まあここらね、入り口と比べちゃいけないようなところなんですけど、これだけで50センチあるし、あ、2列目がスライドだっていうのもあるんでしょうけど、こっちのが実は短いんだな、厳密に言うと95、6センチなんで、2、3センチ長さ自体は短いけど、やっぱり横に広いのと何よりも深いので、絶対的な容量はエクストレイルのがあると。片やエクストレイルですけども、明らかに機能重視でですね、スペース効率に作れたあのインテリアですね、こうやっぱりね、あの都会的なハリアとはだいぶ違う。で、やっぱり乗り降りがだいぶしやすい。ただしね、これインテリア特にドアトリムから結構頑張っていて、ここもソフト素材だし、ここがですね、日産自慢のですね、テーラーフィットっていう、まあ、こっちと全く一緒か、まあ、シートはテーラーフィットっていう新素材で、ちょっとほぼ同じですね、ホンダでいうプライムスムースだと思うんですけど、質感高いし、ダブルステッチ、これ G だと入ってるし、このヘアラインが入ったブラック塗装、これリッチ感もある。しかもここにピアノブラック調の細いラインが入っていて、これね、ピアノブラック結構流行ってるんですよ。リッチ感分かりやすく出せるんですけど、ただね、すごく傷がつきやすい。ここでヘアライン仕上げのこれは非常にいいんじゃないかと思いますし、で、ドアポケットあってですね、で、内装もそうです。インテリア、インパネルもそうです。これソフト素材で、茶色とブラックのツートンで、これまたちょっと人工比較でね、これも結構ハリアに負けない素材ですよね。で、こちらダブルスレッチステッチで、何よりもこの G に使われて、 G の標準モデルに使われているテーラーフィットっていうね、日産が新しく開発した人工比較素材で、指紋のね、深さと同じ、細かさと同じ、非常に細かいですね、凹凸がしてあってですね、非常にタッチがいいんですよ。ただね、見た目の豪華さで言うとハリアーの方が上かな。あとここの蔵のようなあのセンターコンソールも、こう下に結構広いティッシュボックス、薄いの入れにくいけど、まあ、ちっちゃいものなら入りそうで、ここもね、やっぱり機能重視という感じで、さらにこの辺りもダブルステッチ入っていて、こうウッド調パネルで、こちらまたブラックのヘアラインが入った加工もので、これちなみに御影石をイメージしてデザイナーが作ったというね、割と和のテイストが入っている。それからね、分かりやすくこちらの方が優れているのは、ある種のデジタル製で、
この 12.31 のフルデジタルメーターと 12.31 のコネクテッドナビですよね。すみません、ちょっと暑いんでエアコン入れますけど、暑い。まあこれ 12.31 で横長っていうところはハリアーと一緒なんですけど、まあ機能的にはまあほとんど変わらないんですけど、ここにスイッチがついていて、これピアノブラックで、こちらがやっぱね機能重視ですよね。でさらに言ってこのデジタルメーターですけど、これねこう2つのグラフィックがあって、大きな配分で言うとね、これをするとまあ普通の2つのグラフィックが入って、真ん中にまあインフォメーションの、インフォメーションのグラフィックが入るんですけど、これをやっぱり広くするとやっぱりですね、こちらに、走行情報が入ったり、これは先進安全の状態を示す絵ですよね。これ設定、あ、これいろいろ変わりますね。パーソナルディスプレイ、あ、ちなみにヘッドアップディスプレイはハリアーもついていて、こちらもついていて、こちら確か 10. 点数インチだったと思いますけど、まあそんな感じで設定とか先進安全とかラジオとか出せる NB 文字だ。やはりエクストレイルはこちらデジタルメーターにもナビを表示できて、このあたりはハリアーにはない機能だと思います。しかもかなりでかい。ちなみにねエクストレイルね、この G だと、この非接触充電、置くだけ充電が、エクストレイルはね G だと標準なんですけども、あちらハリアの Z も付けられるんですけども、確かね2万円ぐらいのオプションだったと思います。そのあたりはねやっぱりねエクストレイル頑張っている。でカップホルダー2つで、ここにドライブモードスイッチで、このお寿司とも言われるこの AT のコマンドがあって、でこれ開き方は違いますけど、まあ、このセンターコンソールにボックスがあって、まあ、ここにまあ枠はなかった、まあ、細かな違いですね。でこちらシガーライターの電源と、あと USB2 つ、この辺りも一緒ですけども、ただねこれね左右独立のエアコンはこれ全車標準なんですよ、エクストレル。それだけでなく G はねリア温度調節可能なんです。ちなみにシートヒーターもついていて、後ろにも USB2 つ、 USB2 つはハリアもついてますが、リアのね独立温度調整のエアコンというのはエクストレイルだけで、実はこちらも優れているという。で視界なんですけど、こちらの方が全長が短い上、やっぱりちょっとボンネットが見やすいですよね。であと後方視界もやっぱり高さが、リアウィンドウがこの高さがあって、やはりこちらの方が後方視界もいい。でそれから高さの面で言うと、今シート一番下げてもこのように、まあ、高さ若干エクストレイルのがやっぱりあるかなという感じです。それからリアシートスペースなんですけども、こちらの方が全長短いんですけども、やっぱ広いですね。見た目からして足元リアシート広くて、しかもこれ今やっちゃうとリクライニングがね4段階1、結構ねただこれ立ってるちょっと不自然なぐらい立って1、2、3、4段階で、一番寝かせてもハリアーよりは寝ない、いや同等かなような気がします。ただね何よりもシートがね、リアシートスライドもついていて、一番下げた状態だと拳がね1、2、まあ微妙だな、ちょっと背もたれをちょっと立てて起こして座らせるシート、こちらの方がハリアのがちょっともう寝かせてたと思いますと思いますけど、膝前はね同等か微妙にエクストレイルのが広いかなという感じで、このポケットはですね、これ運転席後ろついてなくて助手席側のみがついていて、一番装備で違うのはやっぱりエアコンの、いやあの独立ですね。これ今来ちゃったからですね、独立で、しかもシートヒーター2つがここにスイッチついていってるも、でここに USB が2つ、しかもこれはシート普通のタイプがついていて、ここら辺機能は実は充実しているのはエクストレイルではないかという部分があります。でちなみに G だとサンシェードが両方ついていて、ちょっとねあとこちらもですねヘアラインシェーブのこの
パネルがついていておしゃれで、あとねリアシートスライドがこれによってね荷室も変わるんだよね。これね一番前にしてですね575リットルっていうのは、すいませんちょっと今ね荷室容量測り直しますけど、あともう一つハリアのリアの USB っていうか肘掛けを見るとやっぱねここあれですね、リアのシートヒーターはないんですね。肘掛けはこんな感じ、まあ、割と立派で、うん、まあいい感じではあります。しかし USB はこちらないですね。あとサンシェードもこちらはない。ちなみにエクストレイルの肘掛けですが、これそうか確かに背もたれと一体型なんだな。これまあサイズは大きいし高さ的には十分だけど、まあこうやるとまあ荷室が見えちゃって、そのあたりやっぱり都会派のハリアとはだいぶこう考え方が違うという感じ。それよりねやっぱりねリアシートスライドなんですよ。これが6、4分割で左右変わるんですけど、これかなり前に来て一番前にすると膝が入んないレベルで、スライド量ここだけで見ても23センチぐらい24センチぐらいあるんで、かなりねその分ねリアシート間違えた荷室が広がって、これを前にした状態で一番前にしてちょっと立てたりすると、まあ、ここに落ち込みが見えるかな、見えるかな、ここにね落ち込みができたり、この状態で575リットルなんですね。フォルクスワーゲンの T6 とかもそうなんですけど、やはり2列目とねラケッジの関係性というか自由度フレキシブル性がある種のエクストレイルとハリアのかなりの違いで、これ20センチ以上2列目を前にすることができるので、そうするとこれね荷室長が120弱あるんですよ。でここで落ち込む部分はあるんですけども、この状態で575リットルあるんで、やっぱりゴルフバッグ4つどころか5つぐらい詰めるんじゃないですかね。やっぱりこの視界の良さ、室内の広さ、パッケージ効率の良さはやはりエクストレイルで、ラブフォーと比べろというね声が聞こえてきそうですが、ちょっとプレミアム系ということで言われるとエクストレイルやっぱりねなかなか素敵な魅力を持っていると思います。